どうも、笹さんです。今回は高性能スマートウォッチのこちら、ZEPE という製品、これをね、レビューしていきたいなと思います。どうですかね、これパッケージで見る限りでは、かなり、ね、見た目かっこよさそうな感じですよね。この ZEPE っていう製品なんですけど、今ね、キャンプファイヤーでクラウドファンディングを行っている最中の製品で、定価はですね、39,800円なんですけども、今支援すると27,860円ということで、まあ、30%、お得にね、まあ、買えるって言っていいんですかね、クラウドファンディングって。まあ、そんな感じで、若干一般販売の価格より、安くね、手に入れることができるっていうものなんですけども、今回ね、メーカーさんからサンプル品送っていただいたので、まあ、早速ね、開封して、中身見ていきたいなと思います。ちなみにこの ZEPE はスクエア型っていうね、まあ、ちょっと四角い感じのやつと、サークル型っていうね、こういう丸いやつがあるんですけど、今回はサークル型のカラーがポーラーナイトブラックっていうやつで、バンドがレザーのやつ、これをね、お送りいただきました。はい、じゃあ開けますよー。オープン。はい、来ました。どうですか、これ。結構ね、見た目かっこよくない？これバンドはね、どうなんだろう、本革なのかな？革の匂いですね、これは。本革っぽいな。とりあえずこの保護シール取りますけど、こんな感じですね。このサークル型のモデルはディスプレイのサイズが 1.28 インチで、解像度が一番広いところがね、416×416 ということで、まあ、かなり高解像度な、スマートウォッチになってますね。で、このね、時計の部分、本体はステンレス製なのかな？普通に製品の質感は、かなり高いと思いますね。じゃあちょっとね、付属品も、見ていって、行きましょうか。はい、まずこちらが充電器ですね。はい、こんな感じですね。片側 USB タイプ A 端子で、こっち側は多分マグネットかな。このスマートウォッチの、裏側にこうピタッと貼り付くような感じになると思うんですけど、こういう感じですね。方向とかもね、多分ありますね。こっちからじゃないと、ダメっていう感じです。あとは、あれ、なんかバンドの予備みたいなやつもついてるんだけど、これどういうことなんだ。あ、長さが違うのか。長さ足りない場合はこっちに交換するということだと思います。長さ足りないとかあんのかな？ちょっと俺が実際つけてみるとですね。あ、全然足りるね。はい、こんな感じですね。もっと余裕持ってつけることもできます。今ね、電源入ってないですけど、見た目がね、こんな感じ。いい感じですね、結構。ちなみに今回はレザーバンドモデルなんですけど、シリコンバンドのやつとかもね、あるみたいなので、まあ、スポーツとかでね、よく使いたいという方はそっちの方がいいかもしれないです。それと、こちらがね、説明書になるのかな？日本語にもね、ちゃんと対応してるらしい。はい、こんな感じ。ちゃんと書いてますね。で、この ZEPE の防水性能についても書いてるんですけど、水深50メートルまでの気圧防水相当に、対応してるということで、プールとか水泳、シャワーでご使用いただけます。まあ、なので、運動してね、例えばジムで使った後にこれをつけたままシャワー浴びるとか、まあ、そういうこともできるし、スイミングとかで使うこともできると。それと、ここにね、ちゃんと技的マークが書いてあるので、日本国内で使っても、電波法違反とか、まあ、そういうのにはならないということですね。よし、じゃあ早速ね、電源入れてみたいんですけど、本体のボタンはこの右側のやつ一つだけなので、まあ、簡単というかシンプルな、作りになってるみたいですね。お、電源つきました。多分カメラでもお分かりいただけると思うんですけど、文字とかはね、めちゃくちゃ見やすいんじゃないかと思うんですけど、とりあえずね、この QR コードを読み込んでアプリダウンロードするっていうことだと思うので、まあ、ちょっとね、やっちゃいますね。今この QR コード iPhone で読み込もうと思ったら謎にできなかったので、このね、ZEPE アプリっていうのを、自分で落としました。これで多分いいと思うので、ペアリングとか初期セットアップ済ませちゃいたいと思います。さっきこの QR コードを iPhone のカメラアプリで読み込んだら、アプリのダウンロードページが開くと思ったんですけど、できなくてですね、なんでかなと思ったら、多分ね、このセットアップが終わってからペアリングするときに、読み込むための QR コードだったらしいので、これでね、ちょっと読み込んでみたいと思います。これで多分、いけるでしょ。あ、できたっぽいな。ペアリングできたっぽい。これでチェックを押すと。今、ペアリングできたんですけど、ファームウェアアップデートあったっぽいので、ちょっと待ちたいと思います。あとね、日本語にもね、もちろんちゃんと対応してて、かなりね、やっぱ、文字とか綺麗ですね。むちゃくちゃ見やすい。はい、アップデートが終わったということで、こちら ZEPE、詳しく見ていきたいんですけども、まず、ウォッチフェイスこんな感じ。かなりね、シンプルですね。これは長押しでね、多分変えれると思うんだけど、この下のね、鉛筆マークみたいなやつを押すと、このね、上と下と左の表示する情報っていうのも変えられるみたいですね。まあ、とりあえず今回これでいいや。
ちょっと時計本体で変えられるウォッチフェイス、一つずつね、見ていきたいんですけど、隣がこれ、そしてこんな感じのやつとかもありますね。あ、こんな感じか。そんなに、時計本体には多く入ってないかな。これもね、結構良さげかな。情報をね、たくさん表示できるし、まあ、シンプルで見やすいような気はしますね。とりあえず今回これにしよっかな。そして操作方法が、例えば上からスワイプすると、まあ、ライトの代わりみたいな感じ。実際にね、めっちゃ発光してるって感じじゃなくて、まあ、ディスプレイの明るさを利用してるんで、例えばスマホのライトの代わりとかにはなんないですけど、まあ、疑似的に使用できると。そしてこの A っていうやつは、あ、これ明るさだな。今オートになってますね。そしてこの月みたいなマークが、まあ、ナイトモードみたいな感じだと思います。で、右側が、省電力モードか。そして左下ロックモードで、真ん中の下が、あ、スマホを探すやつですね。これ結構便利なんだよね。で、右下、シアターモード。シアターモードってなんだろう。あ、輝度が最小となるらしい。あとは下にスワイプすると、通知を表示できると。はい、じゃあ続いて横にスワイプしていきましょうか。まず PAI っていうやつ、目標100って書いてるんで、これね、数値が高ければ高いほど、まあ、運動とかでより良い生活できてるっていうことだと思います。次が、これ天気ですね。青森市の天気、まあ、14度、最低10度、最高17とか、そんな感じで書いてますね。あと、Bluetooth ペアリングされてません。あれ、ペアリングされてないって書いてるの？なんでだろう？あ、なんか今 iPhone の画面つけたらペアリングのやつ出てきたんで、これで、いいはず。あ、これでなんか音楽とか再生してたら、ここに多分タイトルが表示されるとかってことなのかな？ YouTube Music とかでもいいのかな？例えばさ、あいみょんで、まぁ、ちょっとね、著作権的に音は出せませんけど、裸の心かけたとして、ここに書いてればいいんだけど、ちゃんと。あ、表示されましたね。あいみょん裸の心って書いてるんで、まぁ、スマホで再生してる、曲を表示したりとか、早送りしたりできるっていう感じですね。で、その次が、手首から指1本分間隔を空けて時計を着用し安静な状態にしてください。これ心拍数測るやつかな。ちょっとやってみましょうか。手首から指1本分でこんぐらいでいいのかな。とりあえずね、これで、やってみましょうか。お、73bpm って出ましたね。67、めちゃくちゃ落ち着いてそう。そこまでめっちゃ時間かかるっていうわけではないと思います、多分。そして心拍数の次が最後なんですけど、これね、多分歩数とか、確認するやつなのかな。これで終わりですね。ちなみに反対側にスワイプすると、まあ、逆にね、回っていくっていうだけですね。そして、横のボタン、この画面で横のボタンを押すと、なんかメニューとかを表示できるやつで、例えばですけど、ワークアウト。これで、外で走る時の、まあ、カロリー計算とかできるのかな？ウォーキング、サイクリングとか、トレッドミル、サイクリング、屋内。うちにエアロバイクがあるので、これ後でちょっと試してみたいと思います。あとは、スイミング、クロストレーナー、クライミングとか、ま、いろいろありますね。かなり種類は多いと思います。あとはその記録を見たりとか、ストレスっていうのもあるな。これストレス測定できるのか。ちょっとこのストレス測定もやってみたいと思います。はい、じゃあ行きまーす。これでいいのかな？え？測定できないんだけど。つけてますよ。再測定。え？なんで？心拍数さっき普通にできたけど。あれ、心拍数はできるな。なんでだろう？なんでストレス測定できないんだろう？もう一回やりましょうか。あれ？なんかできてるっぽいぞ。さっきはなんかここでもう何回もやり直しってなったのに。お、出ました。33って書いてるんだけど、まあ、これね、どんぐらいあったらやばいのかとかわかんないんだけど、そもそも。まあ、とりあえず、今の私たちさんのストレス33だそうです。多分心拍測定とかストレス測定で手首につける位置が若干シビアなんじゃないかなと思います。だからさっき、エラーになったんじゃないかと思うんですけど。はい、あとはですね、アクティビティゴール、なんだこれ。天気、ミュージック、アラームとかもありますね。ウィジェット、まあ、こんな感じか。あとこの SPO2 ってやつが血中酸素濃度測定できるらしいので、まあ、これもね、一応やっときましょうか。はい、じゃあ行きまーす。お、ちゃんとエラーにならずにできてるっぽいですね。テーブルの上に腕を水平に置いてください。まあ、これちゃんと水平になってると思います。え？エラーになってない？これ。やっぱこれちょっとシビアだな。もう一回やりましょうか。お、出ましたね。え、89% って低くない？これさ、89低いよね、多分。どんぐらいあればいいんだろう。ちょっと調べます。
今ですね、ネットで血中酸素濃度調べてみたんですけど、どうやらね、99から 96% ぐらいが正常で、まあ、それ以下だと低いとかっていうことらしいんで、89% だったら低いと思うんですけど、これね、医療機器ではないので、まあ、どこまで正確なのかっていうのはちょっと怪しい感じはありますね。それとですね、さっきからちょっとディスプレイ消えるの早いなと思ってたんですけど、これはですね、自動スクリーンオフかな、これで多分ね、長くできるはず。10秒にしてみましょうか。まあ、ただこれね、長くするとバッテリーの、持ちはね、悪くなるんじゃないかと思います。ちなみにですね、キャンプファイの商品説明見る限りでは、この ZEPE を1回充電すると、最大ね、7日とか使えるらしいので、まあ割とね、スマートウォッチの中では長持ちする方なのかな。まあ Apple Watch とかに比べると長いのかもしれないですけど、まあこれよりもね、長く持つ製品っていうのはいっぱいありますけど、まあ悪い方ではないんじゃないかと思います。あと常時表示ディスプレイっていうのもありますね。あ、すごいな。今まで使ってみたスマートウォッチっていうのは、この常時表示ディスプレイをオンにすると、なんか設定したウォッチフェイスじゃなくて、めちゃくちゃ簡易的なウォッチフェイスで、まあ、常に表示するみたいな、感じのやつが多かったんですけど、これはね、多分、その設定をオンにしてもね、決めといたやつが常に表示されるのかな。ちょっとやってみましょうか。起動の状態。とりあえず1日中起動にしてみましょうか。オンにすると、画面消灯時に時間が表示され、バッテリー駆動時間が大幅に低下します。これでオンにしました。これでホームに戻ると、お、これになってんのかな？ちょっと10秒待ってみましょうかね。あ、画面がちょっと暗くなって、情報表示みたいなやつが消えましたね。この時計と曜日だけになった感じかな。ボタン押してみます。はい、するとね、このバッテリー残量とか、心拍数とか、まあそういうのが表示されるようになると。例えばですけど、これね、文字盤変えてみましょうか。まあとりあえずこれにしてみましょうか。これで画面消えたらどうなんだろう。この花柄消えるのかな？あ、消えるな。やっぱ簡易的にはなるけど、まあ、でも一応、設定しておいたやつが、まあ、ちょっと有効になってるっていう感じなんでしょうね。それとちょっと便利そうな機能として、このね、側面のボタン長押しした時に、まあ、どういう動作をするかっていうのも決められるらしいです。デフォルトだとワークアウトのモード起動するっていう風になってるんですけど、まあ、アラームとか、コンパスとか、まあ、ストップウォッチカウントダウンとかもあるんで、結構便利そう。とりあえずですね、天気でもやっとこうか。これで、長押しすると、まあ、すぐ天気見れるみたいな感じなんでしょうね。はい、続いてアプリでどんなことできるのかっていうのを見ていきたいんですけど、まずね、このダイヤルショップっていうやつで、ウォッチフェイスを変更できるらしいですね。まあ、いろいろ用意されてるみたいではあります。結構多いかな？こんな感じ。そして着信、これはですね、電話がかかってきた時に、時計でね、教えてくれるかってことだと思うんですけど、これね、有効にした方がいいと思います。で、あとスケジュールっていうやつは、このね、アプリでこの予定を入れておいたらスマートウォッチで通知されるっていうことだと思うんですけど、多分ね、 Google カレンダーとかそういうのと連携するっていうことはできないと思います。そして腕時計アラーム、これもね、時計で通知してくれるってことだと思うんですけど、あとはアプリ通知、これはねオンにしたいですね。例えば LINE とか Twitter とか、あ、カレンダーもあるな。まあとりあえずね、俺の場合この3つぐらいでいいかなと思うんですけど、結構ね、選択できる項目少ないです。もしかしたら Android で使う場合は、もっとね、たくさんアプリ指定できるっていう可能性もあります。そして一つ試したいことがあったんですけど、このね、スマートウォッチ本体で、このスマートフォンを探すっていうやつ、さっき間違って使っちゃった機能なんですけど、これね、やってみますね。はい、するとですね、スマホから、今ね、アラームが鳴って、まあ、場所を教えてくれてるっていう感じなんですけど、今こんな感じで ZEPE のアプリを起動してる状態なんですよ。これを閉じた時に、このスマートフォンを探すっていう機能を使って通知されるかどうかっていうのも大事だと思うんで、ちょっと試してみます。はい、アプリ閉じたので、もう一回ね、やってみますね。あ、なんないな。アプリ閉じるとダメっぽいな。これはね、ちょっと残念かな。もしかしたらこれも Android だったらちゃんと、アラームが鳴るのかもしれないです。で、あと試してみたい機能として、このスマートウォッチって、こう傾けると画面が点灯するんですけど、このね、感度、感度が悪いスマートウォッチっていうのもあって、こう傾けてるのに、まあ、なかなか画面つかないとか、時間差でついたりとか、そういう製品もあるので、まあ、ちょっとね、これも試してみましょうか。じゃあ腕をね、傾けてみます。お、結構つくの早いんじゃないかな、これは。割とね、反応速度いい感じかな。もう一回やってみますね。はい。おお、いい感じ。これ結構早いよね。割と早い方だと思うんですけど。じゃあもう一回いきます。はい。おー、これはいいかな。
なかなかいいぞ。それともう一個試してみたいのが、LINE とかの通知が来た時の振動の強さですね。振動弱いやつだと、例えば外出中にね、なんかしてる時とかだと気づきにくかったりするので、これもね、試してみたいと思います。今ワンクリックで PC 版の LINE にログインできる状態なんですけど、PC 版の LINE ってね、ログインするとスマホにね、通知が来るんですよ。今ログインされましたよ、みたいな。これで、こっちのね、時計にもちゃんと通知が来るかどうかっていうのを見てみたいと思います。いきまーす。はい。ログインしました。お、来たね。ちなみにですね、ZEPE のアプリは今もう起動してなくて、ちゃんとね、シャットダウンした状態なんですけど、ちゃんとね、連携はされてますね。はい、こんな感じなんですけど、これね、字はかなり多く表示できるし、むちゃくちゃ見やすいですね。かなり綺麗だな。いい感じだと思うんですけど。で、LINE もそうなんですけど、さっきね、このアプリ通知のとこ見たら、Gmail なかったですよね。よく考えたら、これ Gmail が来ないと結構きついので、いろいろ探してたら、その他っていうとこを押すとですね、ここにメール受信っていうやつがあります。このメール受信っていうやつが、Gmail なのか、iPhone のね、デフォルトのメールアプリなのかっていうのちょっとわかんないんで、これをオンにした状態で Gmail の通知来るのかっていうのもやってみます。はい、じゃあさっきの LINE と同じように Gmail 送信してみます。お、来た。あー、これスマートウォッチに通知来ないな。これ、ちょっときついぞ。このアプリ通知でその他もオンにしないとダメなんかな、これ。ちょっとやってみるか。じゃあその他の通知もオンにした状態でもう一回ね、やってみます。お、その他通知オンだと来ますね。ちなみにさっきと同じく ZEPE のアプリはちゃんと落とした状態でやったんですけど、ちゃんと通知は来ました。できれば Gmail も個別で設定したかったんですけど、まあちょっとしょうがないですね、これは。はい、次なんですけど、この ZEPE のワークアウトモードを試してみたいということで、これですね、サイクリング屋内。今カメラにも映ってるんですけど、このエアロバイクをね、30分ぐらいやってみて、まあ、どんな感じで、表示されるのか、まあ、カロリー測定とかね、ちゃんとできてるのか、みたいなのを、まあ、見てみたいなと思います。はい、じゃあワークアウトモードスタートします。はい、押しました。いきます。30分ぐらいやります。このね、ワークアウトモード有効化してる間は、心拍数もね、まあ、常に測り続けてくれてるみたいですね。てか、1分こいで、カロリー1ってやばいな。めっちゃ消費少ねえじゃん、これ。はい、今5分ぐらいね、こぎ続けてるんですけど、このね、心拍数に関しては、大体ね、このエアロバイクのやつと合ってるっていうかね、このエアロバイクはもう手を離すと測定できなくなっちゃうんで、このカメラにね、今映ってないんですけど、さっき見比べた時は大体ね、一緒ですね。ずれても2とか3とかそんぐらい。なので、結構ね、信憑性はあるんじゃないかと思います。ただ、この消費カロリーがこっちで30なんですけど、エアロバイクだと58なんで、これどっちが正しいのかちょっとわかんないっすね。じゃあもうちょっとやってみます。はい、ということで、エアロバイク30分ぐらいね、こいだんですけど、これ終了すれば結果見れるのかな？225カロリー消費したという感じですね。で、心拍数が107。これ平均ってことなんかな？まあ、こんな感じ、脂肪燃焼時間とか、ウォームアップとか、まあ、いろいろ出るっぽいな。こんな感じの、グラフにもなると。はい、それじゃあね、だいぶ汗かいたので、シャワー浴びたいんですけど、このね、時計つけたまま入ってみたいと思います。とは言っても入浴シーンをね映すわけにもいかないので、とりあえずねこの洗面台で、濡らすとこだけお見せしたいと思います。本当はねレザーバンドなんで、まあ、濡らさない方が絶対いいんですけど、まあ、とりあえずね、濡らしても時計本体は大丈夫ということですね。はい、じゃあちょっとシャワー浴びていきたいと思います。はい、ということでシャワー浴びてきたんですけど、まあ一回ね、シャワー浴びたぐらいでは全然問題ないですね。たださっきも言ったんですけど、このレザーバンドはね水に濡れるとか、まあ例えば、シャンプーとかボディーソープついたりとか、そういうのにはね絶対向いてないと思うんで、今回検証なんでね、このままシャワー入ったんですけど、普通はねやらない方がいいと思います。そして最後の検証なんですけども、このねZEPE は睡眠ログを結構ね正確に撮ってくれるというか、例えば20分ぐらいね昼寝したものとかもねちゃんと睡眠ログ撮れるらしいので、最後にねちょっと寝てみたいと思います。
今ね朝の8時ぐらいなんで、まあどうしよっかな、1時間2時間ぐらい仮眠して、起きれればって感じですけど、ちょっとね試してみて、それをね最後に結果見て終わりにしたいなと思います。じゃあおやすみなさい。はい、ということで今時刻が、昼の12時前ぐらいになりました。あの後ね結局すぐ寝れなくて、8時半ぐらいに寝たと思うんですけど、その後20分ぐらいしたらすぐ宅急便が来て、一回起きて、でその後また寝て、そしたらまた寒くて起きてとか、結構ね寝たり起きたり繰り返してたんで、本当にねちゃんと睡眠ログ取れてるのかっていうの楽しみですね。俺もねまだ自分で確認してないので、これからね見ていきたいと思います。はい、それじゃあこちら ZEPE の専用アプリ起動しました。そしてですね、多分この睡眠ってとこだと思うんだけど、これを押せば、なくない？睡眠データなくない？仮眠かな？ないな？マジで？睡眠データ取れてないんだけど。これね、ちゃんと時計つけて寝たんだけどな。マジか。キャンプファイヤーの商品説明見たら20分の仮眠とかでも、まあ、ちゃんとカウントされるっていう風に書いてたんですけど、さっきですね、8時半から、まあ、11時くらいまで寝たり起きたりした睡眠ログっていうのは、なんか今回正しく取れてなかったと。まあ、ちょっと残念ですね。で、今回最後にもう一つ確認しようと思ってたのが、Android ですね。これと使った時は、ちゃんとね、アプリの個別機能っていうのをもっと細かく設定できるのかとか、あとはね、ZEPE の専用アプリ起動してなくても、スマホを探すっていう機能が使えるのかっていうのも、確認してからね、終わりたいと思います。はい、こちら ASUS の Zenfone 6 とペアリングできたので、アプリで設定できる項目見ていきたいんですけど、このね、アプリ通知ってとこ、これがね、気になってたんですよね。iPhone ではこれがねあんまり個別に設定できなかったんですけど、 Android だとちゃんとね Gmail の設定とかもあるし、下のねアプリ管理っていうところを押すとこんな感じでね、スマホに入ってる全アプリの、まあ、通知のオンオフっていうのを細かく設定できます。まあ、なのでやっぱ iPhone だと、全部の機能っていうのを活かしきれてないっぽいですね。それと一旦ね ZEPE のアプリっていうのを落として、 ZEPE 側から、スマートフォンを探すっていう機能をちょっと使ってみたいと思います。はい、じゃあ行きます。あ、やっぱできるな。めちゃくちゃ音うるせえんだけど、というかやっぱね、Android だったら、まあ、ちゃんとね、アプリを起動してなくても、その機能を使えるっていうことで、まあ、iPhone だと、機能の制限があるということですね。はい、じゃあ最後に短時間ではありますが、この ZEPE 使ってみた感想をまとめるとですね、まず本体の作りとか、質感っていうのは非常にいいと思います。デザインもね、個人的にはかなり好みで、このね、付属のレザーのバンドもね、質感高くて、個人的にはね、すごい気に入りましたね。スーツとかにもね、合わせて全然使えるんじゃないかと思います。そしてウォッチフェイスについても、もともと入ってる2つが、結構いいなと思いました。これと、さっきはですね、これじゃなくて、こちら、これで使ってたんですけど、まあ、これとかもね、データ表示できるのが、すごいね、見やすくていいなっていう感じでしたね。あと、機能説明の時に言ってなかったんですけど、これね、タッチの感度もね、めちゃくちゃいいですね。かなりサクサク反応してくれて、なんか誤動作みたいなのは、ほとんどないと思っていいんじゃないかなと思いますね。あと、ディスプレイの解像度もね、これかなり高いので、文字も見やすいし、スマートウォッチとして基本的な機能っていうのは抑えられてるんじゃないかなと思います。ただ正直言わせてもらうと、同じような機能を搭載したスマートウォッチが、もうすでにね、結構販売されてるんですよね。で、値段もね、2万7000円くらいかな、割引入ったとして。そう考えると、そんな安くもないし、例えば iPhone で言ったら、機能が 100% 使えないし、Apple Watch SE ってね、安いモデルが出たので、まあそっちはね、バッテリーの持ちが悪いので、それとは差別化できてるかなと思いますけど、欲を言えばもうちょっとパンチが欲しかったなとは思います。例えばバッテリー1週間持つし、お財布機能も入って、Suica とか使えるとかね、まあそういう風になったらまたちょっと違ったのかもしれないんですけど、まあもちろんね、さっきも言ったように、見た目のデザインとか質感の高さっていうのはすごいいいと思うので、あとはしっかりワークアウトの機能も使えるし、通知もしてくれるし、特にね Android で使いたいっていう方にはね、まあ、全然ありなんじゃないかなと思うので、動画の概要欄にキャンプファイヤーの ZEPE の支援ページ貼り付けておきますので、気になった方ぜひチェックしてみてください。ということで今回以上なんですけども、私サスさん、このメインチャンネルの他にゲーム実況チャンネル、サブチャンネル、ミリラム、ブログ、ツイッターやっておりますので、よろしければそちらの登録やフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。
します。